柴犬ルル、最近ご飯残すのどうしてかな。昨日ライブを配信すると言いながらできなかった柴犬ルルです。皆様にはご迷惑をおかけいたしました。恥ずかしながら動画で帰ってまいりました。横井翔一様風にスタートです。蒸し暑い今日この頃ですが、いかがお過ごしですか。30分かけたメイクもマスクをつけた途端にドロドロです。暑さから体調不良になるのは犬とて同じようです。 SNS で最近メインするのはワンちゃんの食欲不振への不安を訴える書き込みです。うちのルルでさえ残すようになったのです。こちらがとある日の食べ残しです。口の中に傷もなく、怪我をしたり発熱があったりするわけでもない、おやつすら食べられない場合だと病気が考えられるそうなので、すぐ病院に行ってくださいね。肝炎、腸閉塞、フィラリア症、膀胱炎、懐中症などが考えられます。ルルの場合、おやつは食べます。口の中には傷はありません。お散歩に行くと全力疾走です。ドッグフードや器を変えたわけでもない。そういう場合は甘えている可能性が高いそうです。そうなんです、残したドッグフードを拾って与えると食べるんですよ。手から食べるのはスキンシップにはいいそうですが、いつもいつも時間があるわけじゃないんです。茹でたささみをトッピングするようになってから残さなくなりました。ルルは人間でいうと17歳です。甘えたい多感な時期に差し掛かっているのかもしれませんね。もし17歳に戻れたら手に職をつけろと言います。